みんな、こんにちは。僕たちは神沢三兄弟。今日はみんなに私たちと秦野のいいところを一緒に勉強して秦野を好きになってもらいたいと思います。じゃあみんな教室に行こう。おそれじゃあ今回は僕と一緒に秦野の自然や歴史について勉強していこう。僕も進む兄さんと同じくらい秦野のことには詳しいんだよ。よろしくね。まずはこのマークを見て。これは何のマークかわかるかな？そう、これは秦野市を表すマークで市章というんだ。このマークはある文字を図案化したんだけど、みんなは何という文字が隠されているかわかるかな？カタカナのハダノを図案化して昭和33年1月1日に制定されたんだ。続いてこの花や鳥の写真を見て。ここに出てきた写真は市の花や木、鳥として制定されたものなんだ。市の木としてサザンカ、コブシ、市の鳥としてウグイス、市の花としてナデシコ、アジサイが制定されているんだよ。秦野にゆかりのある動植物だから身近に観察できるんだ。見つけてみてね。昔、秦野で作っていた特産物といえば何かわかるかな？この写真に写っている大きな葉っぱ、これはタバコの葉なんだよ。昔はタバコの栽培が盛んだったんだ。鹿児島タバコは天候で作り、茨城水戸のタバコは肥料で作り、秦野タバコは技術で作ると歌われ、戦前は日本三大名馬の一つだったんだ。江戸時代の中期に始まり、明治10年代には全国的に有数の産地になったんだよ。タバコは同じ畑で次の年も栽培できないため、明治から昭和にかけては落花生、蕎麦、麦などと交代で育てていたんだ。特に落花生の後の畑では良い作物ができるとされ、タバコと落花生は秦野の名産品となったんだよ。けれど秦野市にあった工場がなくなり、タバコ栽培をする農家の人々は少なくなってしまったんだ。ちなみにこの写真は現在の秦野外川公園付近、西宿折山下にあったタバコ畑の写真です。写真が変わったね。これは何かわかるかな？湘南馬車鉄道の写真なんだ。馬車？そうだね。実は馬がレールの上の客車を引っ張って歩いていたんだ。この湘南馬車鉄道は明治39年に開通し、秦野から東海道線の二宮駅の間を走っていたんだよ。秦野のタバコや落花生を運んだり、大山にお参りする人々を乗せた鉄道があったんだ。びっくりだね。かっこいいね。蒸気機関車って言うんだ。大正2年には動力を馬から蒸気機関車に変えて
湘南軽便鉄道になったんだ。けれど昭和2年に開通した小田原急行鉄道により次第に経営難になり、ついに昭和12年に廃止されることになったんだ。タバコ栽培にゆかりのある秦野なんだけど、現在は昭和23年から始まった秦野タバコ祭りが約300年の歴史を持つ秦野のタバコ工作の面影を残しているだけになってしまったんだ。この写真の場所を見たことはあるかな。ここは曽谷水道記念公園って言うんだ。曽谷水道は横浜、函館に次いで全国に3番目に完成した近代的な水道施設だったんだ。完成したのは明治23年3月、今から130年も前のことなんだよ。公園の近くにある曽谷神社の湧き水を利用して土地の高いところから低いところに水を流していたんだ。当時は鉄でできた管、鉄管の値段が高かったため、使った水道管は土管、陶管だったんだよ。愛知県常滑市から取り寄せた土管、陶管を使った水道は全国で初めてだったんだ。平成29年10月13日には国の登録記念物として登録されたんだよ。この写真の人物を見たことあるかな。この人はふるさとの歌人として有名な前田夕暮れと言うんだよ。夕暮れは秦野市生まれで大根小学校出身なんだ。全国的にも有名な短歌の歌人として活躍し、秦野市内には8つの歌碑と生誕の碑が建てられているんだ。みんな、今回の秦野っ子チャンネルはどうだったかな。秦野は全国的に誇れる素敵な街だということが分かったね。秦野っ子チャンネルには他にも秦野の自然や歴史、施設のことについて学べる動画があるので、そっちもチェックしてね。じゃあね、バイバーイ。